はい、どうも皆さんこんにちは、ソロヤンゲームズです。さあ、ということで2021年、こちらここスタート、私ね、収録一発目でございます。皆さん明けましておめでとうございます。昨日上がった動画で、ね、ため撮りだったため、今年入って初めて収録いたします。めちゃめちゃ気持ちいい。やりたかったマリオカート、ため撮りやっぱり嫌い、やっぱりその日にやってその日にあげるスタイルが俺には合ってる。本当に気持ちいい。なんかね、不完全燃焼になっちゃうんだよ、休むと。もうね、完全職業病になっちゃってきてるんだけど。ってことで本日ね、マリオカート皆さん明けましておめでとうございます。改めて、頑張っていきたいと思うんでね、今年もどうぜよろしくお願いいたします。ってことでね、変わらず静でね、がっつりね、勝利を手繰り寄せてね、勝っていきたいと思うのでよろしくお願いします。ってことでね、本日ちょっとね、お知らせが2点ほどございます。まず1点目、何かというと、まずあのデスターの、グッズですね、1月6日から10日まで、限定で、改めて、販売っていうか、販売を開始したいと思います。なんちゃ数量限定ですね。数量限定になるんで皆さんぜひね、うまいね、うまいね、うまいけど、ここで俺ちゃんとリカバリーキノコ使ってガッツッいってー、台が冷え切ってる。皆さん数量限定になってるんでぜひね、お見逃しないよう、購入まだね、できなかった人用に、改めてね解説したんでぜひよろしくお願いいたします。で、お知らせ2点目、猛攻に届け範囲、明日ですね、いよいよ、くっそ何、俺の順位当たったら100万円、100万円ってやつやるんで、皆さんぜひ、まだリツイートしてない方、そして何、あれ参加してない方はぜひ、参加のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで、お知らせ全部言って、待って、初手ビリスタートは本当に勘弁なんで、本当に勘弁な話で、初手ビリスタートはマジ勘弁な話で、これ、マジ初手ビリだけは本当に嫌だ。初手ビリだけは絶対に嫌だ。絶対に嫌だから、グッツ寿司ここで、なんとか11、あぶねえ今年、よろしくお願いいたします。1位取ってもおかしくなかったんですけど、なんと11位になってしまいました。最後までご視聴のほどよろしくお願いします。しゃっ。おーい、てことで、第2レースは、奇跡を呼ぶコース、そう、せーの、リボンロード。はい、はい、引っかかった方はごめんなさい、よろしくお願いします。ということで、頑張っていきましょう。ここ、さあ、正直1レース目はですね、お知らせを言うのに、頭を使いすぎてしまって、日頃の、走りが多少ちょっと乱れてしまいました。こっからが、2021年を僕の、本当の走りになるんで、よろしくお願いします。ということで、頑張っていきましょう。さあ、まずはメダルを着実に俺は回収する。着実ね。はい、これすでに10枚。はい、素晴らしい。で、ダブルアイテム着実取る。OK。ナイス。はい、うわ、いらなすぎて、後ろ燃やして、後ろちょっと待って。ちょっと待って、やばい、落ち着け、これすぐ使いたくて、これダブル効果できないね、これ。待ってー、2021年お願いしますよ、お願いします、本当に2021年本当にお願いします、本当にお願いします。赤コーラ、それ早く投げよ、早く投げよ、その赤コーラ、お前9位でほじってる場合じゃねえんだよ、マジで。ナイス。その緑コーラもやばい、マジで冗談抜きで、その緑コーラもやばくて、ジャンピングアクション決めて、ジャンピングアクション。アイテム決まっていただけませんか？アイテム決まっていただけないでしょうか？これ完全にラグのせいで、アイテムが決まらない現象が始まってきているのではないでしょうか？ラグではないでしょうか？これ。アイテム決まるの遅いじゃないでしょうか？はい、キノコハラスメント入りました。2021年しょっぱな。いけるでしょ、これ。うわっ！もうねー、キノコハラスメントからのさー、もうさー、無理だよ、これ。ちょっと待って、これじゃ勝てない、本当に。メダルも2枚しかない、待って、この2枚絶対取って。ちょっと待って、話が違う、これで雷来たら本当終わる、これで雷来たら本当に終わるから、がっつり、まだ、最悪のアイテム引いた、最悪のアイテム引いて、すぐ使って、これ間に合うね、交換は間に合う、交換大丈夫、間に合う、交換は絶対間に合うから、がっつり交換していきたい、ダブル交換して、OK、俺も使いたい、間に合った、さあ行け、抜け、オッケー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 、オッ
まだいける。あーわーすわーす、やめて、俺じゃない、わーす、なんで、うわははは、なんでなんだよ、なんでなんだ今の、おい2021年どうなってんだよ。はい、ということで第3レースはパックンスライダー。ちょっと待って、ちょっと待って、本当にちょっと待って、お兄さんって感じ、マジで、ちょっと待って、ここスタートってことで、ちょっと待って、え、本当にちょっと待って、さっきのいじめじゃん、ただ単に7位で青コーラぶん投げられるとか、もう犯罪だよ本当に。このゲームさ、ダブル取ってさ、キノコ1個使って、しかもさ、キノコハラスメントやったら、それもさ、かなりきつい、かなりしんどい話だった、普通に。で、これジャンピングアクション決めて、ここもちゃんとメダル1個取りながら、オッケー、キノコグッズし、これ ほじっていく、ショートカットまでほじっていきたい所存、ショートカットまでほじっていきたい所存なんで、頑張っていく。さ、ここで、俺ここでもう1位取れる気がしてきた、完全に1位の流れが来てるってこと、マジで。はい、まずこれだ、投げる、投げてこれ交換しちゃおう、うわー、なるほどね、防御ね、うーん、どうなる。さ、超使ってはできないが、防御硬い、防御硬いからグッツしで、はい、おっ、うーわ、隣にヤバい彼がいる、ヤバい彼がいるから、ヤバい彼、それ手放、うわーい、うわーい、うわっす、やめて、もうこれ以上なし、これ以上なし、危ない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 、インドリグッツしで、グッツし、しばいてアイテム2つ取って、うわーっす、またお前、お前本当にいらない、お前本当にいらないから、急げ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 、ジャンピングアクション決めて、今4位でいい位置につけてるから、いい位置につけてるから、この位置を無駄にしたくない。さあ、緑の爆殺絶対来るから、これ警戒して投げて、落ちる、あれ落ちるよ、どういうこと。1個使ってがっつり、まだ追いつける、まだ追いつける、まだ追いつけるよ、射程圏内だよ、1位射程圏内です。青コロがまだ来てないから、いや、来たか覚えてない、来たか来てないか覚えてなくて、ここでガッツリスプラット消したいから使って、どうなる、オッケー、防御しながらダブルアイテムこれ取って、キノコ1回使いながら2位に躍り出て、アイテム交換して、いいムーブできてるよ、なんでメダル。さあ、トゲいった、いいよ、後ろは何持ってる、これあるよ、これ全然あるよ、全然あって、頼む、あの頃これ、だからお前さ、キノコだろそこは。あ、もう絶対無理。あ、スルーした。よし、上がってきたよ、調子が上がってきましたよ。あー、そこキノコ出てたら完全俺が1位だった。完全に俺が1位だった。第4レースいきましょう。しゃ。はい、ということで第4レースは来ました。ヨッシーサーキット。とぉ、行くぜ、1位取ります、よろしくお願いします、宣言します、ここさあ、ということで皆さん、年越しは、大吉だったでしょうか、中吉だったでしょうか、小吉だったでしょうか、まだ引いてなくて、この後ね、おみくじ引きに行こうかなと思って、去年はね、大吉だったの、実は、大吉で、本当にね、なんかもう、その大吉に洗脳されたかのように、俺今年大吉だから、俺マジ頑張るしかねえと思って、頑張ってた。あ、ただね、今日が来ても、吉が来ても、大吉が来ても、結局は頑張ることに変わりはないんですよ、結局はね、結局、頑張ることに変わりなくて、さあ、いきなり初手キラー引いていく、このキラー弱いです、第1周目のキラー、非常に、あ、しかもパクられるっていう、本当に災難なことが起きて、これ、ダブルアイテム取って、何が出る、おっと、面白いの引いちゃった、なるほど、はい。どうやら今年僕今日のようです、この感じだと今年の運勢は今日のようです、雷も引いてさ、これでキラー取れる可能性がある、大いにあって、ここでガッツリ登っていきたい。さあ、何ある、あ、キラー引いた、もう使おう、使って、本当は使わない方がよかった、本当これ使わない方がよくて、なぜかと言ったら、ここで上がるのは、うわ、でもスターはなかなかいいよ、なんでなの、マジで、あー、もうちょっと待って、これちょっとこのままいきます、このままいって、
このまま行ってこのアイテムでなんとかするっていう立ち回りになると思う。これ後ろからそのスターに引かれなければまだなんとかなんとかなるはず、なんとかなるはず。前も全員ね火のうわ弱っ使って雷もう一発あれば面白い、非常に面白くなってくる。来たんだよね、来たんですよね。はい来ました、はい来ました、来ました、よろしくお願いします。勝ちます、ジャンプして、OK、まだいける、トゲくんなよ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 、絶対に。後ろからスターが来てる、防御していける、信じろ、キノコある、キノコあるからそれでぶち破ってくるから。あ、でも後ろがゴールくなってる。よっしゃー、宣言通り1やりました。言ったでしょ、言った。2021年吉だろうが大吉だろうが今日だろうが全力で頑張るやつに神様をここまでよろしくお願いします。しゃー